どうも熊頃さんです。本日は電子工作第3弾、今回もチップワンストップさんにご協力いただきました。いつもありがとうございます。で、前回の動画見ていただいてると思うんですが、こちらね、お兄さんかなり気に入ってます。ヘッドホンアンプ、ヘッドホンアンプできてるんですけども、まずね、このイヤホンジャック、今テープで仮固定してますけど、でそれのねジャックを買いました。マルシンエレクトロニック、これもねぴったり合うっていうわけじゃないんだけど、固定方法がね他のやつとちょっと違うんですよ。こういう形で先っちょが太いんですね。なのでケースの外から差し込む形、裏からネジ止めするタイプで、ネジ山はねそんなに長いわけではないので、ネジ止めは難しいかなと思うんだけど、あ、いや、いけるな。そう、ネジ止めができなくても外側からこう何刺すタイプであれば、内側にホットボンドなりプラリペアで固めちゃえばがっちり固定できるんで、これいいなと思って買いました。あと前回の動画でもちょっとお話ししましたけど、オペアンプ聞き比べ装置として使いたいんですよ。デジタルアンプとか DA コンバーターとか大体のやつ、オペアンプ差し替えして音変えたりできるようになってるんですけど、やってるとねどれがいいよとかだんだん分かんなくなっちゃうんですよね。なのでこうバシバシ切り替えができるように、ちょっとその切り替え機能をつけてあげたいなと思って、今回部品をね大量にご提供いただきました。これかな、アルプスアルパイン。はい、こちらロータリースイッチ、あ、ごめんなさい、ロリータスイッチ。後ろに足が大量にありますけど、上のこの切り替えで、まあ、たくさんの回路を切り替えできるってやつですね。このロータリースイッチ1個だけでオペアンプを切り替えるというのは結構難しいんですよ。あのオペアンプも8本足で切り替えなきゃいけない接点がいっぱいあるんで、これだけではちょっと難しいので、さらにですね、これだね、オムロのリレー、多分これでできるんじゃないかなと思ってます。あ、結構しっかりしたリレーだ。こんなリレーですね、結構いい大きさ。このリレーはね DC9V で動作するリレーで、この電池なんであまり使われない 9V 仕様なんですけど、上の2本、ここが電磁石の回路ですね。ここの電磁石で、まあ、スイッチをパチパチと切り替えていく、そんなやつですね。で1個で2回路なんで、これをね全部で15個ぐらい買いました。国内在庫が10個しかなくてね、ちょっと納期かかりましたけど、国内のリレーはお兄さんが買い占めました。ちょっとねロータリースイッチもこういうリレーもお兄さん初めて使うんで、回路ぐっちゃぐちゃになる可能性あるんですけど、とりあえずやってみます。で毎度のことながら、こちらですね、こちらにブレッドボードがございます。これと同じ回路なんですけど、ブレッドボード上で、まあ、実際大丈夫なのかどうかね試して、で実際にこちらの製品としてね切り替え装置を組み込んでいこうと思います。でお兄さんの動画ではこのブレッドボード上で、まあ、実際その切り替えっていうのができるのかどうかっていうのを、まあ、実際に試してみます。でできたらチップワンストップさんのチャンネルの方で、まあ、こちらの製品としてねヘッドホンアンプに切り替え機能を追加していきます。そんな感じで2部構成になりますので、もしよかったら両方の動画ご覧ください。はい、とりあえず実験の方やっていきます。はい、まずねこのリレーの動きを調べてみましょう。うん、大丈夫そうだね。まあ、これはあのテスター当てるために、電極を出すために使います。はい、それぞれ足のところにね電極を出しました。でリレーを刺しました。ここに回路図載ってますね。この1と16番で、まあこれ多分電磁石なんだろうね。これが多分13、これが4、ここの線がどっちにスイッチするかってことだね。で初期状態はこことここがつながってて、電磁石が動くとこっちとつながるっていうことなのかな。多分電気通ってない時はこことつながってると。でこっちもそうですね、こことここですね。で左右回路はつながってないと、独立してますよってことですね。じゃあこれに 9V かけます。反応してますね。さっきはこことここで、今はこっちがつながってますね。こことこっちですね。こっちは切れてます。 OK。 一応リレーの場合は電線1本スイッチするだけでたくさんのスイッチを動かせるんで使っていこうと思います。はい、それで配線なんですけど、まあ、ここに 9V 電池があって、片側はグラウンドに落としちゃいますよね。で、プラス側の線をロータリースイッチ。で、今回4ポジションか。そうか、1番は接続なしがいいね。電源オフが1番っていうことにしたい。なので、まあ2番にしとこうか、一応。で、9V の線が出ていって、で、回路図これなんですけど、実際どこをスイッチングするべきか。この電源ライン、こことここに来てますね、まあ、プラスマイナス電源ですけど、お兄さん的にはね電源はあんまりガチャガチャ切り替えない方がいいかなと思ってるんですよね。要は信号入力がなければ大した電気消費しないじゃないですか。あの入力がオープンの状態とか出力がオープンの状態とかってあんまり良くはないと思うんだけど、まあ、とりあえずやってみようかな。まあ実際はプラス 9V マイナス 9V なんだけど、ここは切り替えずにここの出力、あと
と入力、これをスイッチングしちゃう。こことこことここで、これ型チャンネルなんで LR 両方やろうとするとスイッチが6個必要になりますよね。でこのリレーが2チャンネルスイッチなんで、このリレー3つあればオペアンプ1個切り替えられるみたいな感じ。電源もやるとしたらもう1個。でも別に電源はねバチバチ切り替えなくていいと思うんだよね。信号系だけ全部切り替えてあげればいいと思うんですよ。で、まあ、さっきの1番は接続しないって言ったのは、これオフ側でも1回路作れるじゃないですか。なので1番はこのリレーのオフ側で1個回路作ってあげようと思ってます。オフで1回路、オンで2回路目っていう感じ、まあ、9ボルト電池でロータリースイッチが来て、その先に、まあ、リレーが3個ずつですよね。そうするとこのロータリースイッチが2番にパチンとなった時に、この3つのリレーが全部オンになってくれる。でこの3つのリレーの、まあ合計6チャンネル分のスイッチで1,2,3,4,5,6,7 みたいな感じだと思ったけど、でこれがアウトアウトだね多分ね。でここにそれぞれスイッチをかけると。いやお兄さん勘違いしてた。ロータリースイッチ1番でオフにしちゃうと、1番2番だけで切り替えるんだったらいいけど、3にスイッチした時に1と3が両方入っちゃうからダメだ。だからもう 1,2,3,4 全部ちゃんとリレーに入れなきゃダメだ。で今回このスイッチが2つの回路で切り替えるリレーだけど、単なるスイッチでよかったね。5極リレーっていうのかな、それを使う必要はなかったですね。単なるオンオフのリレーでよかった。出力の端子1番7番入力端子2番3番と5番6番、こんな感じでリレーを3つ使いましょう。で4と8は全部つないじゃう。でスペース的に入るかどうか分かんないけど、一応オペアンプ4つ切り替えられるようにしたいなと思ってます。なのでリレーが12個、無駄なコストかけてしまった。単なるオンオフのリレーだったらもうちょっと安いんだよね。簡単な配線図だけど書いてよかった。とんでもない失敗するところでした。でブレッドボードがねこれしか持ってないんで、ブレッドボードではこの切り替えのリレー、オン側オフ側で回路作ってみます。製品に組み込む方の切り替え機は4回路切り替えしたいんで、リレーオンの時の回路だけ作ります。そんな感じ。まあ実際この電源を切らない方式、これで大丈夫かどうかっていうのはブレッドボードでちゃんと確認しましょう。不具合が出ないかどうか。OPA2604 LME49720、 これでいいか。これを使おう。この2つを切り替えるっていう感じで、リレーねめっちゃ買っちゃったんですよねなんかいっぱい買ったから箱で届いてる。まずリレーの電源、うん、リレー作動してますね。プラス 9V 側からスイッチ連動した電源をもらいました。3つ連動させたいので、はい、これマイナス側ね。でこっちがプラス 9V 側です。もう一回テストします。はい、多分3つ動いてます。そんでこれね、はい、2回ローオペアンプで、オペアンプは抜いちゃいます。まずマイナス電源、電源は直配線、いや2本使うとかっこ悪いな。これでマイナスですね。プラス線が8番、はい、電源 OK で、ここからリレーが関係してきますね。ちょっとすいません、ピン配置分かんなくなっちゃうんで横にサンプル置いときます。2番3番、これをじゃあ一番上のリレーにしようか。この列だね。このリレーの出力が、リレーが作動してないときはこっちにしようか、バーブラウン。リレーが作動したときはこの49720にしようか。リレーに書いてある絵の通り、手前側と奥側で。マイナス信号側ね。はい、リレー1個目完了ですね。じゃあリレー2個目は5番6番やっていきましょうか。もうこの辺になってくるとね、色が合わせらんないですね。全部白でいこうか。で右側が6番、6番の手前、はい、これで2個目のリレーも OK ですね。で最後のリレーが1番7番、1番が、はい、これ入力、手前側7番、これで OK です。すげえ配線になっちゃったけど、こんな感じですね。電源を入れると49720が選択される状態ですね。でリレーの電源の、まあ、ここの2本、どっちでもいいんですけど、抜けばバーブラウンが選ばれるっていう状態ですね。なんとか回路はできた。一応リレーが動いてるかどうかはテスターで見た方がいいね。まあ見てる人だんだんもうわけわかんなくなってると思いますが大丈夫です。お兄さんもわけわかんなくなってます。ちゃんとリレーが動いてるのかどうかだけ確認します。まずオフ状態か。はい、じゃあリレー作動させます。はい、
リレーの状態は大丈夫ですね。ちゃんと3つとも動いてます。でこれを抜けばリレーのスイッチングができます。で理想を言えば電源入れっぱなしで切り替えたいんですよね。多分ダメだけど、壊れそうな気がするけど、本来は1回ね電源落として、まあ、リレーの制御を切り替えてまた電源オンにして音楽聴くっていうのが正しいっていうのはそれは分かってます。でちょっと音声信号流してみましょうか。実際はい、そしたら動作チェックやっていきましょう。入力つなぎました。この状態ですね。スイッチオン。今リレーが効いてるので49720に通電してるはずです。ちょっと音聞いてみますね。音出てます。こんな感じですね。じゃあ一回電源切ってリレーを作動しない状態にしてスイッチオン。音鳴ってます。普通に音楽聴けてます。そしたら音楽再生中のリレー切り替えやってみようか。やんない方がいいと思うんだけど、やってみます。音量絞ってやります。普通に切り替わるけど結構バツッと音するわ。やめた方がいい。まあ一応配線だらけになっちゃいますけど、リレーで切り替えることはできました。まあせっかく切り替え機作ったんで、バーブラウンの OPA2604 だっけ、あと49720、ちょっとこの違いをねちゃんと聞き比べしてみようと思います。はい、オペアンプの聞き比べちょっとがっつりやっちゃいました。すいませんね、これもうすでに差し替わっちゃってるんですが、で最初 LME の49720とあとバーブラウンの2604聞き比べしてたんですけど、バーブラウンの方はね結構ドンシャリ系のキャラクターで、まあ、低音とか高音とかメリハリがあって気持ちがいいんだけど、まあ、ボーカル域はなんかちょっとやっぱ引っ込んじゃう感じでしたね。で LME の49720、これはもうめちゃくちゃバランスいいですね。高い音から低い音まで綺麗に出てボーカルも綺麗に聞こえるし、まあ、この2つだったら、まあ、絶対 LME 49720の方がいいなって思ったんですけど、まあ、ちょっと目の前にねミューズ03があったんで、これどうなんだろうと思って差し替えて聞いたら LME 49720をちょっと綺麗にした感じの音が出ました。なんかね結構ちっちゃい音もメリハリが出て面白いオペアンプだなって思いました。多分値段10倍ぐらいするんじゃないですかこっち、まあ、その価値があるかどうかっていうとちょっと微妙ですけど、そう、それで今回、まあ、ここでリレーのオンオフをやって聞き比べの方をやったんですけど、問題点出てきました。リレー作動させた状態ポップノイズがすごいバチンって音がする。で多分その原因はオペアンプよりもバッファーアンプの方が先に起動しちゃってる、まあ、要はパワーアンプ側が準備 OK って言ってるところにプリアンプの電源バチンって押すとバコンって音が出ると思うんですけど、それですね、まあ、リレーを使わない側のオペアンプで聞くときは、まあ、いつもと変わらずスイッチ入れると、まあ、ちっちゃいプツって音が聞こえるんですけど、リレー使う側で聞こうとするとねもう結構凄まじいポップノイズが発生してます。これはね直さなきゃダメ、なんかすごく嫌な感じになります。それと結構ね視聴した後に2時間ぐらいスイッチ切り忘れちゃったんですね。そしたらリレーの作動もさせてる方の電池が弱くなって一時的にリレー使えなくなってました。しばらくしたらまた復活しましたけど、多分電池結構弱ってると思います。こっち側ね、このマイナス電源の方はリレー使ってないのでこっちはまだ全然元気なんですけど、リレーも一緒にこっち動かしてるんでちょっとねそこは改善しなきゃいけないですね。なので、まあ、リレー用にもう1個電池を追加しちゃうのがいいのかなと思いました。こういうちっちゃいリレーでもね多少やっぱ電気食っちゃうんで、それに関してはこれね充電式の電池あるんでこれをリレー用にしてあげようかなと思います。まあ音質に全く関係しないところなんで、これ充電して何回でも使えますから、なんでリレー用に充電池を1個追加してあげようと思います。あとそのポップノイズの問題ね、ポップノイズに関してはもう遅延リレー入れようと思います。まあ、これお兄さんの手持ちのやつなんですけど、これ 12V 用なんですよ。まあ、こっち側に 12V 入れて、まあ、秒数はここのつまみで変えられるんですけど、まあ、10秒後にスイッチオンみたいなタイマーにできるやつなんですけど、これをね 9V 仕様に改造しようかななんて思ってます。1回路の 12V の5極リレーがついてるので、まあ、こっちの2回路のやつ付け替えてあげて、まあ、サイズも合わないし穴も合わないんですけど9V 仕様にしてあげたい。電源オンにして2秒後に入るようにしてあげればポップノイズは防げるかなと思ってます。なので本当リレーだらけになっちゃいますね。ちょっと回路考えます。はい、まずねリレー用に電池をもう1個用意する、そのスイッチをどうするかって考えてたんですけど、まあ、今使ってるやつが2回路スイッチなんですよ。で電池2個をそれぞれ切ってるんですけど、この配線の方法を変えてグランドの線1本だけを切るように配線変えます。
なのでマイナス 9V プラス 9V は基板に接続されっぱなしで、グランドの線を1本にしてスイッチかけるみたいな、そのやり方でやろうと思います。で1回路分使って、でもう1回路をリレーのスイッチングに使おうと思います。図はこんな感じですね。電池2個あってマイナス9とプラス9で、ここのグラウンドのところをスイッチかけてあげるっていう感じですね。でもう1個のリレーの方は単純です。プラスの線にもうスイッチを1個かけて、あとはもうそれぞれのリレーに電源が配られるって感じですね。まず配線やり替えようか。マイナス 9V、プラス 9V でグランドのところだけスイッチかかってます。でこれで片側開いたので、リレーの電源回路にしていきます。こっちはマイナス 9V。 あれ、なんかリレーが動いてる。なぜリレー起動しちゃう。え、まだグランド接続してないんですけど。リレーは外す。とりあえずこれリレーのプラス線でグランドを今つなぎました。とりあえずこれで動くかどうかチェックしますね。ダメだ、これスイッチ関係なく動いちゃう。なんでグランドがなくても動いちゃうんだ。まあ、両端にプラスマイナス 9V で回路にはなってるんで流れちゃうんだね。アンプとしても動いちゃった。どうしよう、ちょっと考えます。はい、かなり時間かかったんですが決めました。回路変える、まるっきり変えます。プラスマイナスの電源のスイッチ、やっぱ結局2回路必要で、リレー制御用の電池、こっちにもスイッチつけるんだったら DPDT っていう2回路スイッチじゃなくて3回路のスイッチ使えばできるはできるんですけど、なんかもうかっこよくないじゃん、スマートじゃないっていうか。なので、1回抜いちゃいますけど、こっちのリレーを制御する電源、これにスイッチをつけて、まあほんと1回路だけパチンと入れたらリレーが作動して、それでこの電池がつながるみたいな、もう全部リレーで制御します。回路ぐちゃぐちゃになっちゃうけど。なので今オペアンプの切り替えにしかリレー使ってないんですけど、電源もこのリレー使っちゃいます。でポップノイズに関しては、さっきこっちの出力側でスイッチ入れちゃおうと思ってたんですけど、ちゃんとバッファーアンプの電源の方を切ってあげようと思います。なので順番としてはスイッチを入れるとこいつがリレーを動かします。でオペアンプをつなぐリレーが作動して、電源もつながって、オペアンプ側が先にスタンバイが完了する。で3秒とかそれぐらいの設定にして、遅延リレーがバッファーの電源を後から入れると、そんな回路にします。なのでその実験をするにも、もうブレッドボードのスペースが足りないんで、もうご用意しました。これと同じやつもう一個用意しました。とりあえずやるしかない。まあ、取っちゃうか。ここで足りるかな。メインリレー、電源、オペアンプ、はい、これでバッテリーから来たプラス電源、マイナス電源がリレーを通って基板に供給されてます。はい、電源作りました。リレー用の電源で、そっち側にスイッチかけます。あ、ごめん、ここ違うわ。ここの3つのリレーはオペアンプ切り替えなんで抜けるようにしましょう。手動で、これでリレーの制御できます。抜き差しでね。でオペアンプが切り替わる。で結局ここのリレー使ってないですね。あ、バッファーアンプの電源オンオフに使おうか。ここ。そうするとまた回路やんなきゃいけないね。だいぶ回路やり替えなきゃいけないな。これでできてるはず。回路が合ってるかどうかはもう誰にもわからない。まあ失敗しないんですけどね。はい、そしたら一回つないで音出してみます。はい、電池で、こっちはね省エネを考えて充電池使ってます。リレー動くかどうかチェックしますね。
OK ですね。なんかオフの時にバシって結構強い音がするけど大丈夫かしら。オンにしてここでオペアンプの切り替えですね。でここがバッファーの電源オンオフですね。一応カチャカチャ言ってます。はい、そしたらちょっと電圧測りますね。電圧 9V 出てないね。 8V だって。まあちゃんと動いてます。あとはメイン電源、8V 出てないな。もう電池弱っちゃってんだね。電池はかなり弱っちゃってる。もうだいぶ効いてるからね。じゃあ音出してみます。そしたらリレーは切り替えなしからいこうか。スイッチオン。電源オフの時にちょっとパツって音はするね。音出ました。リレーオン。ポップノイズが多分出ます。かなりポップノイズ出てます。うん、音ちゃんと出てます。そしたら再生中にバッファーの電源を抜くとどうなるか。バッファーだけ抜くとなんかジーって音がする。でポップノイズはねほんの少し聞こえる。だけど嫌な感じではないですね。バッファーの電源を抜いてリレー切り替えしてまた戻す。バッファーの電源を抜いてリレー切り替えてバッファーの電源を入れる。プツプツは言いますけど、この状態でリレー切り替えのバチーンっていう凄まじいポップノイズは全く出ないです。いい感じで、そのディレイ操作をこのリレーでやってあげようかなと考えてます。だいぶ時間かかってるね。まあ今ブレッドボードなんで手動でやってますけど。はい、アンプの方はねちゃんと動作する状態になりましたので遅延リレーの改造をやっていきましょう。まあ、システムが起動してからワンテンポ遅れてからバッファーアンプが電源入るっていうのを、まあ、これで作ります。でさっきも説明したんですけど、これ 12V リレーなのでリレーを交換したいっていうのと、あとこれ1回路だけなので2回路リレーに付け替えたいです。もうリレーは大量にあるんでね。でまあこれサイズ違うんで基板もほぼ使えないです。でこの回路はなんだっけ NE555 だっけ、タイマーの IC がついてます。あ、これですね、 NE555 で遅延する時間をここで設定できます。でリレーはこことここが電磁石で、こっからの線が普段こっちにつながってて電磁石が動くとこっちとつながるみたいな、ここがつながってこっちがつながったりっていう、それが電源オンで3秒後にスイッチングされるリレーですね。で 12V 用なんで、一応さっき試したら 9V でも動きましたけど、ちょっとね嫌なんでオムロンに交換します。で外すんで先にモリハンダします。じゃあハンダ吸い取っちゃいます。はい、取れました。あ、回路図が書いてありますね。いつもはこっちがつながっててリレーが作動するとこっちがつながるっていう状態ですね。左に向いてますね、スイッチが。電磁石に電気が流れるとこっちにスイッチが切り替わるってやつですね。で欲しいのこことここの端子までなんで、こっから先いらないっす。これに刺さるかもしれない。とりあえずこれ外しちゃいます。あ、取れた取れた。お、入る。ピンヘッダーにしました。まあ要はこれでこうしちゃう。ここほんといらないね。これで 9V リレーになりましたね。
多分こうすればポップノイズに悩まなくなると思います。で要はこれとこれを入れ替えですね。はい、電源もらいました。これリレーの電源ですね。でタイマーが入ってここがカチンとつながってリレーが作動します。はい、これ出力、乾電池からプラス9ボルトをもらって出力ですね。マイナス9ボルトをもらって入力に入れます。これでバッファーアンプだけタイミング遅れて電源入ると思います。ちょっと動かしてみましょう。じゃあスイッチ入れてみますね。スイッチオン。そうですね、5秒ぐらい遅れてたかな。で実際そんな遅れる必要ないんですよ。締め込んでみますね。スイッチオン。1、2、3、4、5。緩めると速くなるのかな。もう2回転戻しました。1、2、2秒ちょいだね。こんなもんでいいでしょう。で希望通りの動作してるかどうかチェックします。バッファーアンププラス 9V とマイナス 9V のところにテスト当ててます。スイッチ入れてから2秒後に電圧計が反応すれば成功です。スイッチオン。1、2、来ましたね。狙い通りの動作しました。 OK。 じゃあ実際ポップノイズが消えたかどうかテストしてみます。電源オンの時にバスって言わなきゃ OK。 大丈夫ですね。ここのスイッチオンの時にちっちゃいプツって音がして、リレー作動の時もちっちゃいプツって音が入ってきます。で電源オフの時もやっぱちょっとパツッと音しますけど、それはちょっとしょうがないですよね。軽いポップノイズが聞こえます、オフの時はね。オンの時はあのほんとプツッていうちっちゃい音だけです。はい、ということでね、オペアンプ切り替え装置をなんとか組み込むことができました。無理くりじゃないか熊五郎と。その通りでございます。何の言い訳もできません。無理やりです。はい、ということでね、前回作ったヘッドホンアンプにオペアンプ切り替え機能を追加してみました。まあ、オペアンプの切り替えなんてリレー使えばちょちょいのちょいだぜって思ってたんですけど、こんなに苦労すると思わなかった。やっぱポップノイズですよね。凄まじいポップノイズが出てたんで、で遅延リレーを使って解決できました。でリレー駆動に結構電池使っちゃうっていうことだったんで、充電池タイプのものを用意しました。これ昔から持ってるやつね、お兄さんが。あ、そうか、オペアンプの切り替えロータリースイッチでやるって言ってたね。ここのね線抜くだけで切り替えできたんで、結局使わなかったですけど、使えばよかったね。でさすがに電池弱ってたんで新しい電池にしました。音はバッチリで、リレーの駆動も別電池使って懸念点は解決できたんじゃないかなと思います。ということで皆さん、グッドボタンチャンス、ありがとうございます。はい、ということで本日のスイーツはこちら、じゃん、モンテールクリーミーティラミス。自分への小さなご褒美、お兄さんにぴったり。下にケーキが入ってる。いただきます。上のクリームだけ。あ、美味しい。ちょっと下のケーキと一緒にいただきますね。なんだっけ、ティラミスってコーヒーだっけ。スポンジケーキが濡れてますね。うん、コーヒーですね。美味しい。カフェオレのスイーツって感じですかね。予想より量が多い。下のスポンジに染み込んでるコーヒーもね、結構ちゃんと苦いやつですね。甘くない苦いコーヒーですね、下は。で上のクリームが甘いクリームですね。とっても美味しい。なんかすごく甘いウインナーコーヒーって感じ。製造者株式会社モンテール。カロリー317キロカロリーということでね、量あるのに結構少ないです。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、今回はチップアンストップさんのご協力でヘッドホンアンプにオペアンプ切り替え機能をつけました。まあ、動画だと一瞬なんですけど、めちゃめちゃ時間かかってます。ここの回路どうしようかな、どうしようかなみたいな考える時間とかね、あと事前にどうすれば成功するかなとか、結構時間かかってしまうのと、あと部品もね、結構やっぱいいお値段しますので、なかなか電子工作って最初の一歩踏み出せなかったりするんですけど、まあ、本当にご協力いただいて感謝しております。で今回ブレッドボードで作ったオペアンプ切り替え機能はこちらに組み込んでちゃんとした製品にしますので、こちらの改造は後編としてチップアンストップさんのチャンネルの方に動画アップされますので、もしよかったらそちらもご覧ください。イヤホンジャックもちゃんと固定できるものに付け替えて、オペアンプ聞き比べ機をねちゃんと完成させたいと思います。はい、ということで熊五郎さん、出会いでは普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎さんでした。バイバイ。遅延リレー初めていじったけど面白いっすね。